着しました。ここの駅ですが、地下の部分には S 番と U 番の駅があり、ここの地上階には、ETA などの長距離列車が発着するターミナル駅となっています。駅の中にはスーパーやパン屋さん、ファストフードのお店なども入っていて、買い物にとても便利です。というところにランプが点滅していて、鍵が刺さっています。で、使い方ですが、まずここに荷物を入れまして、その後ここに書いてあるように4ユーロ分コインを入れていきます。使えるコインは50セント1ユーロ2ユーロのみですので、小銭を用意してください。で、小銭を入れた後鍵を回します。次に公衆のお手洗いの場所をご案内します。
今言語がドイツ語になっているので英語に直します。フロームのところに入っているミュンヘン HBF というのは中央駅のことなので、これはこのまま入れておいて To のところにタップすると一番上にミュンヘンフルークハーフェンというのが出てきます。これが空港のことなのでを選びます。そうするとシングルジャーニー片道 11.9 ユーロというのが出てきますので、現金またはカードで支払います。じゃあ現金を入れていきます。チケットのタイプは、ここに日付と時間が入っているので、スタンプを押す必要はありません。じゃあ乗り場の方に向かいたいと思います。最後まで見ていただいてありがとうございます。チャンネル登録もよろしくお願いします。